皆さんこんにちは。私たちドリーミーガールです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは自己紹介させていただきます。コマリお願いします。はい、ドリーミーガールのひらがなオレンジ担当、最年少のコマリです。よろしくお願いします。コマリさん、初めましての人がたくさんいると思うんですけど、今日ちょっと声出しができるので、ちょっと私の自己紹介を一緒にしながら私の名前を覚えて帰ってきてください。私が何々をって言ったら皆さん大きい声で見るって言ってください。まあ、みむめものみにまりるのルールです。いいですか？いきますよ。私がおって言ったら、お何々をって言ったら見るって言ってください。いきます。はい、横断歩道を渡るときは右を見る、君と恋する桃色担当のコモモマリンです。よろしくお願いします。マリンちゃん、かわちい。はい、今日はちょっと幼い髪型なんですけど、最年長の、グリーン担当さくらです。全然忘れちゃった。はい、緑色です。よろしくお願い、緑色担当のさくらです。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで本日は4名で、パフォーマンスさせていただきます。はい、それではちょっとこの後、またこの後、今月末から来月にかけてイベントがあるので告知させてください。ゆるちゃんお願いします。はい、私の方からたくさん告知をさせていただきます。今日が4月9日だから次、はい、4月23日に、私が、無力おばけさんの撮影会に参加します。4月23日、空いてる方いらしたら、ぜひとも私も写真撮りに来てください。待ってます。はい、で次、4月30日の日曜日、小倉の未来ホールで、マリンちゃん、私、コマリちゃんの3人でステージがあります。そちらもぜひ来られてください。わーでした。で次、5月に入ります。5月3日の水曜日、ゴールデンウィークに、ビルマリンのイベントがあります。楽しみにしててください。あ、次が5月7日、はい、スタジオ106キーパー九州の方でソロさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと16個お願いします。あ、私、あ、はい、5月14日にベイサイドのホールの方で、また4人でパフォーマンスさせていただきます。大丈夫？どこまで行った？ベイサイドであります。ベイサイドであります。あの夕方の時間帯なので、ぜひ来てくださると嬉しいです。3部と4部です。皆さんは3部で、他の人が3、4部出ます。私の誕生日直前、5月19日生まれで、直前の5月14日なので、おめでとうって言いに来てください。待ってます。よろしくお願いします。関係かな。そしたら告知終わったんですが、マリンちゃん後半はどんな感じでしょう？後半は楽しい感じです。なるほど、嬉しかった。後半もね、楽しい感じで盛り上がっていきましょうかね。後半は名産組3人で披露させていただきます。よろしくお願いします。ハッピー
チームのサークルハンニングもお待ちしております。